はい、今日もあなたと役所天国、6月17めちゃくちゃ暑いです。今日土曜日ね、ヘロヘロですよ。今マルチ剥がしてね、お茶飲ましてください。今日は生茶でございまして、まだね朝冷やしてきてなかった。これ凍らし持ってきた方が良かったね。今日はね快晴でございますよ。梅雨はどこに行ったんだ。お茶で溺れそう。耐熱マルチ貼ろうかと思ったけど、もうこんなに乾いちゃうとね、ちょっと一回スキップした方がいいですね。はい、だいぶもう大地が乾いてますから、一回もう一回ね、多分何回かまだ梅雨は続きますので、雨打たせてね、大地結構乾いちゃいましたからね。2日、この昨日ぐらいからもうぐんぐんね、昨日午後からぐんぐん気温上がって、今日はもうこんな感じですからね。ちょっと耐熱マルチは一回スキップしますね。はい、難しいところですよね。湿りすぎてもダメね、乾きすぎてもダメね、難しいでしょ。だから特にね、耐熱マルチは一発勝負なんで、もうかける時にねきっちり、いい状態でね、湿り気がある程度ある状態ね、乾きすぎてもダメで、濡れすぎてるとね、こっちだとゴロ土になってしまったりしますので、はい、そういう意味ではね、その耐熱マルチをやるタイミングってすごく重要なんですね。まあ最低でもね1ヶ月ね、最低でも3週間ね、2週間ちょっと、ものすごくね日光が強ければ2週間ちょっとでも多分効きます。でも、まあ、安全策を取るなら最低3週間で、さらに、絶対大丈夫であれば1ヶ月、1ヶ月日に当てれば耐熱マルチ効きますからね。はい、もう最悪急遽っていう時でも2週間当てればね、太陽が7月8月強ければね、それでも効きます。はい、さあそういうことで、今年のね春作が全部、春のね、ところがここだったんですけどね、キャベツ、白菜ね、ブロッコリー全部終わりましたので、もう今ねマルチ、モアでね吹っ飛ばしているところです。はい、こんな感じね。はい、畝間も全部ねビニール貼ってましたけども、もう全部きれいにこうやってね吹っ飛ばしていきます。そして今年ね、これ、この後ね、秋冬は作付けずに緑肥をかましますね。堆肥を入れるのか緑肥入れるのか、ぬかだけでいいのか、いろんなねやり方があるんですけど、ここはある程度出来上がっているのでね、ここはもう緑肥を育ててね、緑肥の種をまいて、それで2メーターぐらいしてからすき込むで、すき込む時におそらく少しぬかを振れば完成ですね。はい、で、来年もう一回ねここで春作をやると思いますね。そうすれば秋冬ね、しっかりね、土作りを専念して、今年の来年の春ね、だから多分11月12月ぐらいからトンネル栽培でねスタートしていきます。まあね、そんな感じでいくので、今6月じゃないですか、半年ありますから、半年の間に、緑肥を育ててね、これきれいに今から片付けてね、マルチ剥がして、そしてトラクターで1回うねってから、緑肥の種をまいてね、それでまた育てて、半年あれば十分間に合いますのでね、そんな形でここはね一回ちょっと土作りをいたしますね。こういう形でね、土作りね、最初の3年がすごく大事ですからね。はい、でここはある程度ね使える畑なので、こういう畑を大事にね、でもう一軍ある程度こうやって使える畑には堆肥は入れなくていいわけですね。堆肥を入れる必要はありません、出来上がってますから。今年実際にボコボコキャベツや白菜ができてたわけなので、病気にならないようにね、炭素を維持していく、炭素さえ入って連続して入っていけば窒素分は一切必要ありませんからね。で2群3群のような、畑になってないところには堆肥を入れてね、ある程度そこは窒素分も足していかないといけない、それにはやっぱり堆肥を入れる必要があるんですね。はい、ということで、よいしょ、うまくね、必要のないことね、全ての畑に堆肥を入れる必要はありません、大変ですからね。なのでピンポイントでね、ここは緑肥でいい、ここはぬかでいい、ここは堆肥を入れなきゃいけないみたいにね、しっかりとこうやってね、精査しながら土を作っていきますね。そうしないとね、労働力ばっかりかかってね、はい、ということでございますね。まずはこれ吹っ飛ばしていきましょうね。はいよ、
来週の真ん中、週の真ん中あたりまた研修できますから、その時までにはもう完全に乾いてね、今片付けるとこうべっちゃべちゃでね、大変なので、あの今日みたいにね、とても日差しが強い時にあのこうやってモアで吹き飛ばしてね、置けばすぐに乾いてね、あの片付けやすくなりますので、そのうちにね、こうやって飛ばしておいてスタンサーをね、日に当てて乾かしてね、しておけば大丈夫ですので、で余裕を持ってね、来週あの片付ければいいわけですね。はい、何もね無理くり今日全部やらなくてもいいわけです。こうやってね事前にやっておけばね、
1日2日でサクッと片付けてしまうことね。そしてすぐ次のね、土作りだとか、そういう次の段階にすぐに進めるようにね、しなくてはならないですね。はい、こんな感じでね、すぐにだから数十分でね、ここまで持ってこれるんですよね。まあこれであとはマルチ剥がせば大丈夫ですね。はい、ということで今日は暑いですからね。はい、ということで以上ですね。こうやって春先をどんどん片付けていって、もう来、ここはもう来年に向けて、来年の春に向けてね、やっていくっていうことですね。こうやってどん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 ね、もう春から夏